多額の電子マネーを購入しようとしていた高齢者に声をかけ、特殊詐欺を未然に防いだとして、内子町のコンビニエンスストアに感謝状が贈られました。昨日、大津警察署から感謝状が贈られたのは、ファミリーマート内子店です。警察によりますと、先月31日、高齢の男性が電話をしながらコンビニに来店

電力会社や警察を装った特殊詐欺が多発していて警察は注意を呼びかけています。